着物ってない、着物、ああ、着物、はい、あそうなの、そうなんじゃないですか。ちょっと今、あの放送がですね、ちょっと乱れておりましたけども、戻りましたのでね、多分なんか NG ワードでも言ってたのかもしれない。あ、そうね、行きましたよ、行きましたよ、同級生の、え、同級生の、同級生の兄貴がやってる、あそこ美味しいっていう噂で、桜、ちょっと場所と住所とか分かる、住所分かんないけど、大塚町、大塚町、うん、山の畑の中、田んぼの中、そうそうそう、9月いっぱいはやってるらしいんで、かき氷屋さんなんですか？そう、あの農家の軒先で一気に食べても均等。そうそうそう、そう、柔らかい、柔らかい、なんかね、そういう温度があるんだね、うん、氷を凍らせる、へえ、すごく気になる、今結構みんな行ってるね、こんな食べてないね、え、こっから近いですか？近いです、近い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 、15分、10分ぐらい、みんなで言ったりかな、うん、あのね、みんな掃除機使ってて、泉の信号、ローカルな話で、全然ローカルな、泉の信号ってのは大体わかるから、岩崎人、泉の信号、どうですか、の先を、そう、お、映ってる、映ってる、の先にあるかき氷屋さん、お店の名前を一回見るのなんてね、名前だけ言ってけば検索すれば出てくる、桜評価店、桜評価店さんがおすすめ、なんかいろんな味の、そうそうそう、おすすめで、なんだろう、いろいろありますね、十何種類あるのかな、トッピングもあるし、へえ、ちなみにおいくらぐらいで食べれるんですか、そう、一杯300円、一杯300円、安っ、200-300円で食べれるっていうのはお買い得ですね、あの天然氷、うん、なかなか、ね、まだまだ暑い日が続くだろうから、うん、暑い日が続くだろう、ビートたけしがなんか特別列車に、特別列車にビートたけしがいる、だんだん乗ってきたねないところでやるんだよ、ね、まあ、でも音はバッチリ、音はバッチリ入ってますね、映したいと思いますけども、まあこうね、アットホームな栄家具さんでお送りしているチャミオ TV なんですけれども、なんか今日お召し物が洋服なんですけども、いつも大体着物着てるんだよ、いつも着物を、フェイスブックでは大体着物着てるんだよ、大体着物着てるの、今日はどうしたの、飛行機、お見たまし行かないんですか、今日はあの茨城、なんて言ったってもう10分前ぐらいに電話して、うん、電話してこいって言ったから、おもう駆けつけですね、ダッシュで、でもそうやって、それまではふんどしだったでしょ、そうそう、もちろん、もちろんですって、それで家ではふんどしだからね、家ではふんどしで出かけるときは浴衣を着て、さすがですね、なんかこう、その浴衣とか着るときの着物とか着るときのなんかないんですか、え、なんかってなんかおすすめのお店とか、おすすめのね、お店、そうなんです、自分に合ったものを探す、もうそれだけですよね、あ、でもね、うん、多分、よかったら何でもいけるんじゃないかなっていう、着物がついてくるみたいな、あ、着物がついてくる、名言出ましたけど、うん、なんかその褒めてるんだか、なんだかいや、でも、俺です、嬉しいことですね、こうやって、あ、来てくれるのが嬉しいですよね、呼ばれるのも嬉しいですね、ありがとうございます、来なかったら、家の前にね、なんか投げつけられると思ってる優しい先輩なんで、優しい先輩だそうなので、だこういうこういうなんか突撃の出演とかもすごくね、いつも求めてるんです、うん、ぜひ皆さんも、ぜひ皆さんも、でもウェルカム、いつでも大丈夫ですから、本当にそうですよね、うん、そうなので皆さんぜひ、あの喋りたいことがあったりとか、なんか告知したいこととか、あとはまあ、うん、チャンミオと握手したいとか、うん、あ、そうそうそう、うん、大体のあとかね、いろいろと持ち上げたいとか、あ、全然いいですよ、持ち上げていただいて、うん、もう何でも頑張ります、すごい持ち上がるんではい、という感じで、あ、そうだ、そしたらあの音楽の龍ヶ崎のとある場所で行われる音楽のイベントのご紹介をしましょうか、うん、はい、そこ BB さんでしたっけ、そうだね、31日、あ、そう、はい、31日の BB さんのイベント、東京でがメインで、お、じゃあちょっとそちらについてをご紹介したいと思いますので、いいですね、ちょっと待ってくださいね、ですね、確か私が、いただいたんですよね、何かで、ちょっと待って、あった、よいしょ、詳細を、あった、詳細を、ドラゴンミュージックサミットですか、よっ、ドラゴン、ドラゴンミュージックサミット、立つ立つ立つ、
ちょっと待ってください。私が一人で映ってるんで、ね、ちょっと待ってくださいね。このドラゴンミュージックサミットについてはですね、ちょっとだけご紹介したいんですが、もう今年で今回3回目。3回目のイベントなんですね。8月の31日、土曜日の20時から22時まで開催されるということでございます。カルケンさんまで。よいしょ。で、じゃあちょっとカルケンさんについてもちょっといろいろ聞きたいことがいっぱいあります。どんな基本的にはアコースティックライブっていう感じで。アコースティックライブ、まあみんな昔、そうですね。まあ、みんな昔あのプロを目指して頑張ってたような人が、まあそれじゃない人も、素人から始めた人も、まあみんな楽しくやろうっていうコンセプトで立ち上げて、まあ私はあのいつも観覧席で見てる方なんですけど、飲み専門で。飲み専門で。いいっすな。で、飲みながら音楽を聴きながらの、そんな素敵なイベントが。時間に余裕があれば飛び参加も OK できちゃう。そういうことも言っていたので。三味を歌っちゃえば三味を、何歌えばいいんですか。ああの渡良瀬橋だったらいけますね。渡良瀬橋、随分高いとこ行ったね。降りた8冊もね。大丈夫いや、リコーダー専門ですからね。リコーダーか。歌わねえのかい。歌わないですよ。リコーあのとこだけ、こうね。キチカスタネットできるバーベキューをやりながら歌を聴きながららしい。おすごいね。どういうことですか。バーベキュー。と8時から10時までで BB さんね、このアタゴの社会家具の隣です。はい。で、2000円でドリンク付きでバーベキューの焼き鳥サービスと。マジで？すごいね。ドリンク付きで、2000円、です。これはもう行くしかない。行くしかないですね。で、ちなみに、まあ、雨の時だと1500円でワンドリンクのみになるんですけども、っていうことはですよ、500円で焼き鳥サービスってすごいくないですか。それはすごい。だから晴れたらさらに得ですね。しかもあの BB でしょ。あの BB。今時の大人気店で。あの BB ですよ。あの BB さんで開催されます。行きたいですね、これ。31日、土曜日の8時から10時まで。なんか、マモンも来るとか。あと、龍ヶ崎のゆるキャラ、売り出そうとしてる。誰ですか？謎の生物が。謎の生物が来るんだよね。何ですか、謎の生物。マモモン。マモモン。マモモン。あ、クマモンじゃないですよ。マモモン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 。それは。料理ができる。料理が得意なマモモン。マモモン。料理ができて、寝っ転がれて、椅子にも座れます。椅子にも座れます。結構可愛いじゃん。すごいですね。いろんなとこについてくる。いろんなとこについてくる。突然現れるから。そうそう。すごいですね、ママも。座敷わらしみたいなのが出てくると。そこまでこじんまりとはしてないよね。大きい。どっちかっていうと大きめの方らしい。ぜひ会いに来てください。はい。ママも、あの、龍ヶ崎のゆりキャラ。はい、ゆるキャラ。前龍じゃないんですね。前龍の裏みたいな。前龍の飛行人。飛行人ね。もう全然非公認です。怒られますね、言わない。全然非公認でもいいですね。はい、まあ、ちなみに、あ、キャストさんご紹介するの忘れてましたよ。オープニングのアクター、カルケンさん。そしてあの、私、英語がすごく弱いんですけどもね、この、誰？ミールシガークラブさんですか？バンド名なの？バンド名ですね。わかんない。まあでも、あの、まあ、シガークラブさん、などなど、いらっしゃいます。盛りだくさんですね。盛りだくさんですよ。なのでね、ぜひ皆さんには来ていただきたいと思いますけれども、これは、行くんですか？ママも来るし。ママも来るし、もちろん行きます。もちろん。ヨウモンも。ヨウモンも。ヨウモンも。みんな来るということなんでね。龍ヶ崎のあの BB に。あの BB です。みんなが来るのでね。ぜひ、ぜひお越しください。夏の。マイリョウ。じゃあ、あの、マイオとか来て、マイリョウ。もちろん。いいじゃないですか。来年登っちゃえばんじゃ。登っちゃいますか。あ、いいじゃない。登っちゃいましょう。登っちゃうんじゃねえの？意外と。あ、まあそんなこと言ったら怒られる。結構前の男さんリハーサルの映像をまあタッニーがこう見せてくれたんです。結構ガチっぽかったです。ガチっぽいというかガチですよね。怖い。ということなので、ぜひぜひ。まあシャンミオの隣の家のあれがあるんですかね。
そうなんです。すごい。そうなんですよ。あんまいいか、後で。はい。うん、まあ、それは、放送終了後にいろいろありしたいと思いますけれども。はい、あ、お前、その髪の毛の、あ、そう、髪の毛のことまだ言ってないです。このちゃんみを、うん。今日はですね、うん、今まではちょっと髪に。何を悪さした何も悪さしたのは、警察に捕まったぐらい。ああ、そうです。捕まったって私。まあまあ、まあ、こっちじゃなくて、減点ぐらいで。初めての減点でショックなんですけどもね、うん、まあ、チャンミオのこの髪の毛、ウキウキハッピーにしてきたんですけれども、どうです？うん。ですね、牛久市にございます。とても。マジですか？あそこですか？あそこです。あそこですか？もしかして。あの素敵な美容室。マジで。一度は行ってみたい。行ってみたい。行ってみたい。いや、本当にね、素晴らしい。行ってみます。行ってます。ということで、はい。チャミオは、バレッタさんというですね、牛久で超オシャレな。よう、バレッタ。バレッタさん。ありがとうございます。マギナさん。マキナさん見てますか？来てください。来てください。待ってます。はい、よろしくお願いします。で、ちょっとやっていただいたんですけど、まあ、ちょっとですね、今まで。マキナさんじゃないですか。マキナさん。ママさん。ママさん。何ですか？この前までの髪型だとですね、うん、ちょっと金色の部分がちょっとありまして、それだと、とあるイベントで、NG というか、とある業種で、ちょっとそうということでですね、ニューチャンミオになりましたので、いかがですか？なんか今年だからちょっと普通の感じで、普通な感じで一般受けする感じで、一般受け受け受けハッピーな感じで、そう、受け受けハッピーみたいな、まあ、いいんじゃないですか。そう、うん、で、どうですかね、あんま、どうですか？それだって色だけでしょ。で、髪の毛の色とカットもしましたよ。うん、あ、そうなの？うん、で、そのスタイルが受け受けハッピー。受け受けハッピーなんだ。うん。でもまあ、お似合いでね。綺麗だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。イケメンに言われちゃったね。イケメンに涼さんに、マイリョウさんに、マイリョウさんに、マイリョウさんに言われてしまいましたけれども、まあちょっとあっという間に時間が。もう終わりですか？もう終わりなんです。もっと延長しますか？あ、ブーブー、どうぞ延長してください。ネタが尽きることがないですね。尽きることもないですね。なので、まあでもぜひぜひ皆さんバレット履いてみてください。はい、で、夏の終わりのハーモニーのね、うん、ドラゴンミュージックサミットもぜひ行ってくださいと。8月31日の18時から10時までなのでね、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。雄大の下のアタド町ですよ。ビビさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日もチャンミュー TV1 時間の生放送でお送りしましたけれども、どうでした？初チャンミュー TV。いや、なんかちょっと緊張した。意外に緊張するんですか？意外に緊張しますね。そんな緊張する必要ないんですかね。いつでも、いつでも遊びます。毎回。もうその人にバー作る、チャンミオバーを作る、そこで、あれしようと思って、店を出そう、やりましょう、やりましょう、やりましょう、バーチャンミオ、チャンミオバーチャンミオ、バーバーです、バー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 、まあいいじゃないですかね。まあということでですね、今日も皆さんありがとう、牛久でございました。ということで、バイバイ、また明日も見てね、バイバイ。映像がなくなっちゃってる。あれ？ありがとうしくの映像が、ありがとうしくの映像がなくなっちゃってる。そんなことはありえる？ありえないですね。ありがとうしくの映像が。バイバイ。バイバイ。